みません、フェリさんはいらっしゃいますでしょうか。お、私ならここだ。何か用か。実は先日ご依頼のあった妹さんの件についてお話ししたいことがありまして。お、何か分かったのか。実はですね、フェリさんの妹さんの嫁ぎ先が判明したんですが。ああ、よかったですね、フェリちゃん。嫁ぎ先ってのはどこの島なんだ。早く会いに行こうぜ。それが、その嫁ぎ先の島や家のことは分かったんですが、肝心の妹さんが、何と申し上げたらいいか。シロさん、あの子のこと、いろいろ調べてくれてありがとう。そうか、あの子は、やっぱり。フェリちゃん。大丈夫。大丈夫だよ、ルリア。覚悟はしていたんだ。止まっていた時間を動かさないと、私も前に進む時が来たんだ。すまない。こんなわがままを言って。でも、これは、私が一人で向き合わなくちゃいけないと思うんだ。何かあったら呼んでくださいね。すぐに行きますから。ああ、気をつけて行ってこいよ。ありがとう。行ってきます。いい島だ。明るくて、空気も綺麗で、こんな島で、あの子は結婚したんだな。式は挙げたのかな。ドレス、すごく似合ってただろうな。からどれだけ時間が経ったか、それを考えたらこんなの不思議でも何でもない。なのにおかしいな、覚悟していたはずなのに、なんでこんな。継いだ先の館の住人も、あの子は随分と孫に懐かれていたって言ってたっけ。ちゃんと幸せになってくれたんだ。病気を治してこの地でしっかり生きてたんだ。時間を進めるって決めたからな。
私もちゃんと現実を受け入れなくちゃな。これでよし。おかしな話だ。幽霊である私が妹の葬儀を執り行おうなんて。どうして私はここにいるんだろうな。あの子は亡くなってしまったけれど、ここにあの子の姿はない。あの子はもう死者のあるべき場所へ行ってしまったのだとしたら、この世界に残ってしまった私はもう二度とあの子に会えないんだろうか。あの子にも父さんにも母さんにも消えていった村の人たちにも、ずっとこのまま永遠に。進めそうだ。そうだな。今は祈ろう。よし、これでこっちの部屋はだいたい片付いたかな。ああ、ありがとうベッポ。その箱はクローゼットに運んでおいてくれ。で、ニコラ・フージ、早速散らかすな。そっちは片付けたばっかりなんだぞ。まったく。そうだな、根気よくやっていこう。私の気持ちにきちんと整理をつけるためにもな。
さて、次は、どう？まあ、いつまでも後回しにしておくわけにはいかないよな。しかし、いざ自分の部屋を片付けるとなると、どこから手をつけたものかな。本棚は、やめておこう。うん。本の整理を始めると、ついつい手に取って読み始めちゃうからな。た！ん？どうしたんだ、モモ。これ、なくしたと思ってた日記だ！どこで見つけたんだ？机と本棚の間に？そんな隙間に落としちゃってたのか。懐かしいな。これ、あの子と書いていた交換日記なんだ。あの子は、ベッドから出られない日も多かったからな。それで退屈しないようにって二人で交換日記を始めたんだ。でもあの子の体調が良くて家族みんなで出かけた日なんかはあの子が自分で書きたがって、もう日記を書く順番なんてめちゃくちゃになってたっけ。見えるか、モモ。ほら、これ。あの子の描いた絵だ。あの子の調子が良くて、家族で島の外れまでピクニックに行った時の絵だな。楽しかったな。あの子もすっごくはしゃいでた。今度はいつも部屋から見える裏山に二人で行こうって約束して、病気を治したら絶対だよって。それで、でもあの子はもう、あの子は死者のあるべき場所で父さんや母さんに会えたのかな。向こうでこの絵みたいに幸せに暮らしているのかな。みんなで昔みたいに。大丈夫、大丈夫だよ、モモ。私はもう。そうだな。これはエントランスの扉を開いた音だ。この島にはもう、聖者は愚か、死者すら私たちしかいないはずなのに。わかってる。警戒しながら様子を見に行こう。お姉ちゃん。そんな、でもお前はもう。そうだよ、だからこうして迎えに来たんだよ。それよりやっと帰ってきたんだよ、私。ずっとずっとお姉ちゃんにまた会いたいって願い続けて。
から。ね。あ、フィラ！走ると転んで、うわあ！たたたたた。大丈夫？お姉ちゃん。人に言っておいて自分が転んでしまうとは。フェリお姉ちゃん、昔からそういうとこあるよね。普段はしっかりしてるのに、妙なところで抜けてたりとか。よくも言ったな、この。へっへっへ。お姉ちゃんには捕まらないようだ。こら、待て、フィラ！この山を二人で走り回って、追いかけっこして。懐かしいね、こういうの。でしょ、お姉ちゃん。ん？お姉ちゃん？どうしたの？ぼーっとして。あ、いや、なんて言うんだろう。今この瞬間が信じられないんだ。霧のせいもあるのかな？少しふわふわしてる感じだ。本当に夢みたいで。私は、こんな時間を過ごしていていいんだろうか。やっと、やっとフィラにまた会えたんだ。だから私は、この奇跡を大切にしたい。フィラと一緒に、いつまでもこうしていたい。この島で、ずっと一緒に。私が旅を始めた理由は、フィラ、お前なんだ。そして今はお前がここにいる。だから、団長たちも、私が船を降りることを、きっと最終的には認めてくれると思う。団長たちは優しいからな。私に手を差し伸べてくれたくらいに。だけど、許されることなんだろうか。私はここで、旅をやめてしまっていいんだろうか。何かが引っかかる。立ち止まってはいけないような、そんな気がするんだ。そんなことないよ。
お姉ちゃんはもう楽になっていいんだよ。お姉ちゃんはいっぱいいっぱい長い時間私を待っていてくれた。なのに幸せになっちゃいけないなんて、そんなのってないよ。ずっと一人ぼっちだったでしょ。だからきっとお姉ちゃんは幸せが怖いんだよ。でも大丈夫、もう大丈夫だよ。だってこれからは私がずっと一緒だもん。フィラ、そうだな。でもずっと一人ぼっちだったわけでもないんだ。私にはこの子たちがいたから。それにこの島を訪れる者たちもいた。団長たちは何もかもを拒絶していた私を殻の中から引っ張り出してくれたんだ。そうやって団長たちと一緒にこの島を出て旅をして、そう、旅の中でモモに出会うこともできた。だからお前を待つ寂しさはあったけど、ずっと一人だったわけじゃ。お姉ちゃん、どうした？フィラ、お姉ちゃんの家族は私とパパとママで、お姉ちゃんが帰る場所はここでしょ。それで全部、そうでしょ。そうだよね、お姉ちゃん。フィラ、一体どうし、魔物、まだ島に残っていたのか。フィラ、私の後ろに隠れていてくれ。うん。やるぞ、お前たち。妹が見ているんだ。不甲斐ない姿は見せられないぞ。落ち着いていこう。せっ、行け。せっ、くらえ。私にできることをする。だから見守る。何か変だ。お姉ちゃん、お姉ちゃんの家族は私とパパとママで、お姉ちゃんが帰る場所はここでしょ。それで全部、そうでしょ。そうだよね、お姉ちゃん。どうしてあんなことを。フィラはむしろ私よりも社交的だったのに。外を出歩けるのは珍しかったけれど、それでも村の人たちと楽しそうにいろんな話をしていた。それなのに、どうしてあんな
他人を拒絶するような。そうだ、あの子たちはなぜか最初からフィラを警戒していた。一体なぜ？初対面だったからなのか？ベッポ？ジジ？フージ！ニコラ！モモ！返事を！返事をしてくれ！一体どこに？外にいるだけなのか？どうしたの？お姉ちゃん。そんなに慌てて。すまない。フィラも一緒に探してくれないか？実は、モモたちの姿がさっきからどこにも。知ってるよ。だってもう、ここにはいないもん。あの子たちはもう、パパとママのところに行ったんだよ。父さんと母さんの？死者のあるべき場所、失われたものの世界に帰ったんだよ。私もお姉ちゃんももう行かないと。みんな向こうで待ってるよ。そんな、これからはパパとママと私とお姉ちゃんと家族みんなでずっと一緒だよ。ねえ、お姉ちゃんもそれを望んでいたでしょ？お姉ちゃん、どうして私にとってもお姉ちゃんにとっても大切な人はもうみんな向こうにいるよ。もうこっちには何もないよ。だから一緒にみんなに会いに行こう。それで向こうで幸せに暮らそう。みんな一緒に、いつまでも一緒に。ありがとう。お前のおかげで気づくことができたよ。偽物であってもこの数日はまるで本当にフィラが帰ってきたみたいだった。いつ気がついた？最初から違和感はあった。あまりに幸せで夢のようで理想的すぎたんだ。フィラは体が弱かったからな。外で遊ぶなんて本当に調子がいい時だけだったんだ。だから二人でよく話していたさ。体が良くなったら一緒に裏山で遊ぼうって。しかしお前は裏山で遊んでいた時、懐かしいねと言っただろう。初めてだったんだよ、二人であんな風にあの山で遊んだのは。
そして何よりフィラにとってもこの世界は何もない世界なんかじゃない。フィラが最後を過ごした島でフィラのために建てられた墓標を私は見てきたよ。綺麗に手入れされていて、みんなからよく慕われていたんだろうな。それに大切にしていた孫もいて、大層仲が良かったそうだ。そんなたくさんの人の思いを置いてこっちにはもう何もないなんて、そんなこと言うはずがないだろう。やれやれ。参照した情報が少々古かったか。これだからこちらの住人は難しい。それがお前の本当の姿か。どうかな、先の姿が偽りであったことは間違いないよ。お前を騙そうとしたのは事実だが、私の話した内容もまた事実だぞ。どういうことだ。我々の世界、隔離屋は失われた者の世界と深くつながっている。ここで私の手を取れば、私はお前を両親や妹に会わせてやることができる。そして何より、お前は死者でありながらこちらにとどまる得意でいびつな存在だ。この機を逃せば、もはやお前に死という安寧は永遠に訪れぬ。愛した家族との再会もかなわず、一人孤独に無数の死を見送ることになる。もう十分だろう。お前は楽になっていいんだ。もう安らかに眠っていいんだ。私の手を取り、いびつに続いてしまったお前の生を今こそ真に終わらせよう。家族には必ず会いに行く。だけど今はさよならだ。私はお前の手を取ることはできない。そしてフィラを語ったお前を許しはしない。従わぬというのなら力ずくだ。たかがこの娘一人に何ができる。一人じゃないさ。何？ペッポ、ジジ。フージー、ニコラ、
それに、モモ。そいつらは向こうへ失われた者の世界へ送ったはず。教えてくれたのはお前だろ。私が得意な存在であることを、私がそれを永遠の黄昏に立ち続けることを受け入れたなら、私の声は失われた者の世界にも届くはずだ。最悪の展開だ。引き込めなかったにもかかわらず、その力を覚醒させてしまうとはな。もはや誘うなどという生ぬるいことはせぬ。嫌が王でもこちらに来てもらうぞ。落ち着いていこう。クラッシュ！迷わず行けるように導こう。せっ、行け！私が導こう。あるべき場所へ。さあ、お前たち、あるべき場所へ送ってやれ。エーテライト・レクイエスカ！ソラ、これはどうだ。くらえ、行け。迷わず行けるように導こう。せっ、行け。せっ、行け。行け、行け。私が導こう。あるべき場所、落ち着いていこう。ありがとう、助かったよ。さあ、お前たち、あるべき場所へ送ってやれ。エーテライト・レクイエスカ。せっ、せっ。迷わず行けるように導こう。これはどうだ。せっ、行け。せっ、せっ。私にできることをする。だから見守っていてくれ。まだ続けるつもりなのか。それはこちらのセリフだ。また家族に会えるという希望をお前は自ら捨てようとしているのだぞ。お前は家族を捨て、それでもこの世界にとどまり続けるというのか。家族を捨てたわけじゃない。みんなのところには必ず帰るさ。そして帰る場所があるからこそ、私はまだ戦えるんだ。安息を自ら否定するか。どうやら我々はこちらの住人を少々侮っていたらしい。最後に一つ教えてくれないか。お前はどうして
私を自分たちの世界に連れて行こうとしたんだ。察しはついているだろう。すべてはお前のその黄昏の立ち位置ゆえだ。隔離をとこちらの世界を結ぶ道は非常にもろく曖昧なものでしかない。しかしお前がやってのけたように黄昏に立つ者はこちらにいながら向こうに干渉することができる。船頭が道しるべが欲しかったのだ。我々の大軍勢がこちらへ攻め込むためのな。お前は私にそんなことをさせようとしていたのか。しかしどうして素直に話したんだ。話を聞いてしまった以上、この先私はお前たちを警戒するぞ。私は先兵に過ぎない。本体が動けばお前の警戒など何の意味もない。それにお前の境遇を哀れに思ったまでよ。私がお前に向けた道場は本物だった。これから待つ無限の孤独の中で己の選択を後悔しないことだな。大丈夫だよ。お前たちもお疲れ様。隔離用か。あんなとんでもない連中が空の世界を狙っていたなんて。もしかすると幽霊でありながら私がこちらに残された理由、これが私のなすべきことなのかもしれないな。いってらっしゃい、お姉ちゃん。